都市部の小中学生が1年間親元を離れ共同生活を送る漁村留学。去年4月に石巻市雄勝町で始まったこの取り組みの1期生が解散式を迎えました。漁村留学は石巻市雄勝町で自然体験プログラムを提供している公益社団法人森海安が去年4月に始めたものです。1期生となる留学生は東京と神奈川、そして大阪からやってきた中学1年生2人と2年生1人の3人。3人は1年間、掃除や料理、風呂炊きなどを自分たちで行う共同生活を送りながら地元の学校に通い、地域の人たちと交流を深めました。家事とかそういうのを自分たちでやることを通して、なんか生きる力とかそういうのがすごい身についたかなって思います。自立っていうか料理とかは前より断然できるようになったなと思います。人がすごい優しくて自然に囲まれて、その自然と生きていく街だなと思いました。1年間の留学プログラムは今月で終了。おととい、スタッフや保護者、地域の人たちなどおよそ30人が参加して解散式が行われました。皆さんのたくさんの愛情のおかげで3人は大きくたくましく成長することができたと思っています。こちらに送り出して、お世話になれたこと本当に良かったと思います。解散式では参加者から心のこもったスピーチやオリジナルの送別の歌が贈られ、全員で留学生活の終わりを惜しみました。ここで皆さんに支えられて、体験できたこととか思い出とかを思い出しながら頑張りたいと思います。また将来3人で来ておじゃっことかご飯とか食べたらいいなと思ってます。1年間ありがとうございました。自分たちは支えられてこの1年間過ごしてきたんだなって改めて実感しました。また会いましょう。